どうもこんにちは。昨年に初重賞勝ちを収め、若手のホープとして注目されていた角田大河騎手がわずか21歳の若さで急逝するという、競馬ファンにまたもや衝撃的なニュースが飛び込んできました。その死亡理由や経緯について、 JRA は遺族の意向により差し控えると発表していますが、あまりに不可解な点が多く、数々の憶測が飛び交っています。8月10日の朝、 JRA の公式ホームページに角田大河騎手の逝去というタイトルが掲載されました。その内容は、本会所属騎手角田大河殿21歳のご逝去につきまして謹んでお知らせいたします、というひどく素っ気ないものでした。デビュー3年目の角田騎手は2022年の初騎乗後すぐに連勝を挙げ、トップジョッキーの川田優雅騎手からも乗れる若手として評価されていた期待の若手です。ところが8月1日に函館競馬場の芝コースに車で侵入したことが発覚し、違う意味でも注目を集めたばかりでした。同日の夜に行われていた函館の花火大会を見るため、同乗者と共に車で芝コース内に入ったそうですが、前代未聞の行為です。騎手としてというより人としてどうなっているのかと耳を疑いました。同州から裁定委員会の決定が下されるまで騎乗停止となったのは当然でしょう。しかし問題はその後でした。翌2日の朝に函館競馬場で事情聴取を受けた角田騎手は、 JRA の職員である裁定委員や開催委員がいる札幌に移動したとみられ、その途中で事故に遭ったといいます。同日午後、本会の騎手として重大な非行があったことを認めた JRA が一連の事案について裁定委員会に送付する旨を角田騎手に通知した時には、すでに連絡がつかない状況だったようです。2日の15時10分頃、 JR 北海道の上野幌駅で人身事故が発生しました。そこで亡くなったのが角田騎手とみられています。遺体の損傷が激しく、身元の確認に時間がかかったとのことですが、現場に残された遺留品や2日の午後から本人と連絡が取れなくなったことから、ある程度の特定はできていました。週が明けた6日には東西のトレセンに話は広がっていて、みんなショックを隠せませんでしたとスポーツ紙記者は話しています。7日にはデイリー新潮が角田大河騎手が行方不明と報じた一方で、 X 上では自称厩舎関係者と名乗る者が角田騎手を栗東トレセンで見た、函館競馬場で缶詰になっているなどと投稿しており、現場でも情報が錯綜していたことがよくわかります。しかし、ある程度状況を正確に把握していたであろう JRA はこの間沈黙を貫いていました。正式に発表したのは前述のように8月10日の朝、遺族の意向があり、非常にセンシティブな内容とはいえ対応の遅れは否めません。 JRA の対応に納得できないファンがいるのも仕方がないことではないでしょうか。一連の経緯においては不可解な点が多く、数々の憶測が飛び交っている状況にありますが、そもそも角田騎手と共に競馬場に車で侵入した同乗者とは誰だったのでしょうか。画像に映るのは闇に包まれた競馬場のターフをライトをつけながら疾走する黒っぽい乗用車、セダンかワゴンタイプに見える車は向こう正面を左回りにゴールに向かって走っています。画質が悪いのではっきりとは分かりませんが、拡大すると助手席にも誰かが座っている様子が確認できます。この画像は8月1日午後8時過ぎ、 JRA 関係者によって撮影されたもので、目撃した関係者は驚愕したに違いありません。函館競馬場は7月14日で開催期間を終え、現在は調教施設として利用されていますが、調教は午前中に終わっていました。本来誰もいないはずの時間帯です。警備員が車を停止させ、運転していた人物が角田騎手でした。角田騎手はターフに侵入した理由を聞かれ、花火大会を鑑賞したかったからと語ったといいます。ですが、その言葉を聞いて納得する競馬関係者はいないようで、ベテラン競馬記者は、騎手は馬場の荒れ具合を常に頭に入れながら騎乗します。荒れた馬場を走れば馬が転倒して大事故につながりかねないからです。ターフに車を乗り入れて芝を荒らすなんて、騎手として絶対にありえない行為です。そのため、この話を聞いた誰もが飲酒を疑ったといいます。
バレなきゃ大丈夫だとか軽い気持ちでやるような行動ではありません。常軌を逸した行為というほかないですよ。競馬記者は続けています。ですが、翌2日午後3時頃に JRA が公表した角田騎手への処分に飲酒は含まれていませんでした。 JRA は自動車で侵入して芝コースを損傷させた行為について重大な非行があったとだけ指摘し、8月3日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止処分にしたと発表。前述した通り同乗者もいたはずなのですが、それについても言及はありませんでした。もし競馬関係者だったとすれば、合わせて処分されているため関係者の間では女性が乗っていたのではと憶測されています。 JRA は角田騎手の処分と同時に別の飲酒不祥事を公表。角田騎手が侵入事件を起こした数時間後の2日午前3時頃、松若風馬騎手が滋賀県草津市内で自動車を運転中に物損事故を起こし、酒気帯び運転で立件されていたのです。松若騎手にも角田騎手と同様騎乗停止処分が下されていました。一見刑事事件になった松若騎手の方が重大そうな話に思えますが、競馬関係者から見ればレースをする神聖な場を荒らした角田騎手の方が罪深いようです。そんな角田騎手は昨年5月にも使用が禁止されている場でスマホを利用したとして、他の若手騎手5人と共に30日間の騎乗停止処分を受けていました。騎手に下される処分といえば、今年6月28日には池添健一騎手の暴行事件による騎乗停止処分がありましたが、実行4日間という大甘裁定に疑問の声が多数噴出したことは記憶に新しいのではないでしょうか。一方で8月4日には松山康平騎手が航空券の購入手続きの錯誤により2日間の騎乗停止処分を受けました。同騎手は3日新潟で最終12レースまで騎乗し、4日朝に空路で札幌へ移動する予定でしたが、航空券の購入手続きを錯誤、騎乗予定だった札幌7レースの検量時刻に間に合わず騎手変更になったことについて処分が課されています。ですが、この週の新潟は暑熱対策として約3時間半の昼休憩を設ける初の試みが行われたばかり。行楽シーズンのこの時期に新潟から札幌へ移動するための航空券が取りづらかったのは容易に想像できます。暴行事件と比べてこの処分は厳しすぎるのではないかという声が多く上がっていました。角田騎手の死の真相について沈黙を続けている JRA ですが、課せられる処分についても疑問の声が上がっていることは確かなようです。そんな中、今村聖奈騎手が12日に自身の SNS を更新し、大切な仲間であり親友ともいえる角田大河がお空に旅立ちました。まだまだ一緒に頑張りたかったし、まだまだ一緒に過ごしたかった、早いよと角田大河騎手や騎手仲間の写真とともに投稿。けどね、こんなにみんなが悲しがってる姿見たくないよね。わかってる。だから時間は少しかかるけど前を向いて頑張ります。大河の分も頑張るからね、素直に応援しててねと角田騎手を悼んでいました。ネット上では角田騎手が暴走した車に乗っていた人物として真っ先に注目された人物が今村騎手でした。さらに角田騎手との交際も噂されていた今村騎手ですが、実際に彼女として紹介する SNS の投稿は確認できません。また問題となった2024年8月1日は函館にいなかったことは SNS で証明されています。そのため角田騎手の車に同乗していた人物は今村騎手ではないことが証明されました。一方で SNS ではキャバ嬢ではないかという声が多く上がっていました。真相は不明ですが、 JRA から今後何かしらの声明が発表されることを願いたいですね。今後の動向に目が離せません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。